すべて踏みつぶしてくれるわ。本田忠樹。大将に直接話を聞くとしましょう。世界に光を。私たち敵じゃありません。なんでこんなことに。彼らに話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。先に進むことが肝要。行きます。やっやっ。世界に光を。無人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでした。この武器どうした。真理、どうやら他の使い方もできそうです。祈りを届け。敵将、私が倒しました。すごいです。もうその武器を使いこなしているんですね。者ども突撃せよ。規制を上げて攻めかかるのだ。世界に光を。敵将、私が倒しました。我が知力に挑むとは。堂々たる武、さすがにござる。強者とまみえるは誉れ。来い。仕方ない。さらば。レンレ、前方に義軍が現れたとのこと。義軍、予想よりも早いな。さすがは義の先鋒、侮れません。私たちもすぐに出陣の準備を。
義の先兵だな。思ったより少ないが油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。行きます。義軍か、尊賢様の元へは行かせぬ。堂々と異常だ。戦っとむと互角か。それ以上観察している場合ではないと。我らはその尊賢殿に用がある。押し通るぞ。まあ派手に暴れて困ったわね。でもこれ以上はさせないわ。彼らは敵ではない。即刻矛を収め話を聞いてもらおう。その言葉信じるとでも。やるぞ。うえ、お前はちゃんと戦を見、結果を出せている。勝つぞ、一緒にな。もうよい。そのものだ。確かに義軍には見えない。話を聞こう。私は孫厨房。